山噴火のために無人島になっていたタタラ島に2年半ぶりに定点観測所を再開することになり、4人の先発隊が島に向かうことになった。それから1週間が過ぎた。だが先発隊からは何の連絡もなかった。こちら中央気象台タタラ島測候所、応答せよ。さらに3日が過ぎた。先発隊からはやはり何の連絡もなかった。4人のことを心配した気象庁では、島に何らかの事故が起こったものとみて、ついに科学特捜隊に測候所員の救出を要請した。あと2分でタタラ島です。お、現地の天候はどうか。少々霧がありますが、まもなく晴れます。一発でヤツの立てっぱりを叩き込んでやりましょうか。嵐、やめるんだ。しかしね、キャップ、島には4人の人間がいるんだ。下手に手を出して暴れられてもしたらどうするんだ。はい、はい、我々の任務は4人の速攻乗員を救出すること。回収隊時はその後でいい。早田、速攻所のそばに着陸しよう。了解。ひでえや。おい、誰かいないか。おい、誰もいないのか。よし、みんなで探してみよう。おい、誰かいたら返事をしてくれ。ん、なんだ、びっくりするじゃないか。だって、クモが。ん、クモぐらいで驚くようじゃ。おい、誰かいないのか。おい、誰もいないか。これはひどいな。いたら返事をしてくれ。誰もいないようですね。うん、そうか。キャップ、観測室の方にも誰もいません。この島にはジャングルや天然の洞穴がいっぱいある。そこに逃げ込んでれば助かってるかもしれん。よし、2班に分かれて捜索しよう。嵐、井出、藤の3人は西のジャングル地帯を。はい、はい、はい。我々は東側の溶岩地帯を回る。はい。
落ち合う地点はここだ。何かあったらすぐ連絡を取り合う。いいな。了解。こんなところにこんなものが。きっと人が倒れてるかもしれんぞ。署員のものだ。え？ひどいな。何やられたんだろう。しかもこんな場所で。変だな。キャップに連絡して。うん。こちらへで、こちらへで。お、ああ。まあ、綺麗な花。こちらへで、こちらへで。何やってんだ。おかしいな。おい、お前ら壊れてんじゃないのか。こちら嵐、こちら嵐。キャップ、応答願います。地底の変動でジャングルの地磁気が狂ってるんだ。見ろ、コンパスもダメだ。助けて、嵐さん、キレッコ、助けて。おい、いねえ、おい、嵐さん、キャップ、こんなとこに観測隊はいないんじゃないですか。万が一ということもあるが、もしこんなところに逃げ込んだとしても食べ物がないから無事に発見できるかどうか。井手隊員の方で何か手がかりがつかめそうな気がするんですけども。連絡を取ってみろ。はい。こちらがやた、こちらがやた。ん、キャップ、トランシーバーが使い物になりません。地磁気が狂ってるんだ。あ、キャップ、あれよ。さっき見たのと違うやつですよ。どうやら怪獣は一匹や二匹じゃないらしい。まるで怪獣動物園ですね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないぞ。どうします。やっちまおう。やらなければ前進できん。ハヤタ、あ、ナパーム出るだ。はい。使うときは一緒だ。いいな。はい。逃げてきたんだわ。
頼むから生きててくれよ。松井さん、松井さん、ちょっと静かにして。何かが聞こえるわ。え、さっきの怪獣かし。20メートルまで引き寄せるんだ。しくじったら一巻の終わりだぞ。昼間のうちに探し出さなくては。こんな地獄みたいな島で野宿はごめんだぜ、うん、さあ行こう。お願い、5分でいいから休憩にして。じゃあ一休みするか。うん、そうするか。ひょっとするとあのちびっこ怪獣、松井署員のいるところを知ってるのかもしれない。確かかね、おつむは。俺の推理とスパイダーは当たるので有名だってこと忘れたのかい。でも相手は怪獣よ。いや、この帽子もこのハンカチも我々を松井署員のところへ案内するためにわざと落としたんだぜ。都合のいい解釈。さっきのスパイダーが外れたところを見るとその推理とやらも当てにならないね。とにかく後を追ってみる。やめて、嵐さん。どうしてだい。小さいからって油断はできないわ。怪獣は所詮怪獣よ。それより合流して急ぎましょうよ。そう、その通り。我々には松井署員を助け出すという任務があるんだ。俺は行くぜ。行こうか。足の速いやつだ。どこ行きやがったんだ。あっちだ。いたぞ。
待て、相手は怪獣だ。万が一のために特殊風船爆弾を使おう。よし、目印にもなるしな。早く。うん。しめしめ。早田、早田、今行くぞ。しっかりしろ。あっちだ。うん。あっちだ。待て。誰か人が倒れてる。あ、アツリさんだ。アツリさん、しっかりしてください。あなたは松井さんでしょう。あなたを助けに来たんですよ。科学特捜隊の隊員です。川田は見つかりましたか。佐々木はダメですか。川田は4日前速攻所に食料を取りに行ったまま帰ってこないんです。やつもやられたんですね。じゃあ他の人たちも。地震と火山がこの島の自然を狂わしたんです。2年半ぶりに帰ってみたら、まるで有史以前の恐竜時代に舞い戻ったような、怪獣たちの弱肉強食の舞台になってたんですよ。なぜ早く本庁に連絡を入れなかったんです。とんでもない。島に上陸して1時間も経たないうちに速攻所が怪獣たちに襲われたんです。通信機の集中いきなり。このガイドさんがいなかったらとてもあなたを発見できなかったわ。怪獣たちの中にもあんな善良なやつを作った神を私は信じるようになりました。川田がいなくなって以来、今日までジャングルの中から食べ物や水を運んでくれたんですからね。命の恩人ですよ。ごめんよ。SOS 信号だ。キャップ、行ってください。よし、ずっとしておれよ。
すぐ迎えに来る。はい。佐々木、川田、藤田、みんな静かに眠ってくれ。恐ろしい怪獣たちも怪奇植物もみんなこの人たちが退治してくれた。これでこの島も南海の楽園に帰るだろう。だが自然はこの夕焼けのようにいつも美しいとは限らないってことを忘れてはならないね。全く。